いよいよ貴族どもと雌雄を決する時が来ました。同盟軍の動きが気がかりですが、そろそろリンチが例の計画を実行に移している頃だ。あれが成功すれば、ハントどもも外政どころではなくなるだろう。Thank you.
Yeah.
Thank you.
What?
北西ベスターラントへの核攻撃は阻止するべきではありません。血迷ったブラウンシュバイク校にこの残虐な攻撃を実行させるべきです。そのありさまを撮影して大貴族どもの非人道性の証とすれば、彼らの支配下にある民衆や平民出身の兵士たちが離反することは疑いありません。攻撃を阻止するよりもその方が効果があります。ベスターラントを見殺しにせよと K は言うのか。この内戦が長引けばより多くの死者が出るでしょう。また大貴族どもが仮に勝てば、このようなことはこの先何度でも起こります。ですから彼らの凶悪さを帝国全土に知らしめ、彼らに宇宙を統治する権利はないと宣伝する必要があるのです。しかしすでに勝敗の帰数は誰の目にも明らかではないか。ですが我々もガイエスブルク要塞攻略の決め手を書きます。敵が籠城して徹底抗戦するつもりであれば、我々の勝利は確実なものとは言えません。分かっている。だからこそ内部分裂させるための工作をしているのではないか。その決め手となりうる材料を向こうが提供しようとしているのです。200万人を見殺しにするのか。中には女子供も多くいるだろう。閣下、冷静にお考えください。いかに200万の人命とはいえ、この内戦が長引けばそれよりはるかに多くの死者が出るでしょう。それをお考えください。人の命とは数字で論じられるべきものではない。閣下は支配者となられるのです。支配者は時としてより多くの者の幸せのため一部の者の犠牲を容認する必要に迫られる時があります。今こそそのご決断を。帝国250億人民のためです。そしてより迅速な覇権確立のために。分かった。宇宙暦797年、帝国暦488年、5月1日ブラウンシュバイク校が惑星ベスターラントに行った核攻撃は、伝統的支配階級である貴族に対する平民の支持を完全に失わせた。この事件の後、リップシュタット連合軍の士気は低下し、内戦は収拾へと向かうことになる。これで貴族どもと我々のどちらに正義があるか幼児でも理解するでしょう。貴族どもは自分で自分の首を絞めたのです。 K は私に目をつぶれと言った。その結果がこの惨劇だ。今さら言っても仕方ないが、他に方法がなかったのか。今さら言っても仕方のないことです。この状況を最大限に利用すべきです。Thank you.
you